はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツしてございます。11月は11日の土曜日ですね。もうすぐ11時でございます。さて、現代ビジネスですね。最近私の原稿出ましたよ。一瞬間的にランキング1位になってましたけどね。瞬間ね、瞬間もう2日目になったらだんだん下がってきて、3日目にはもうあらへんやん、もうという感じですけど、まあそれはいいとしまして、これは昨日11月10日に出ました記事ですね。習近平が金融まで完全掌握、そして中国経済が死んでいくということでして、副題が林愛華か、中南海ディープスロート第10回。ディープスロートっていうのはね、昔のね、昔々も40年ぐらい前かな、ウォーターゲート事件ってあるんですね、アメリカで。当時ニクソン大統領だったんですけども、そのニクソン大統領がですね、民主党のいわゆる政敵ですね、政敵民主党の本部に盗聴器を仕掛けたんやったかな。だからね、それがバレた事件があったんですけども、報道が暴いたんですけども、そのですね、暴いたワシントンポストの記者やったかな、あれは、にですね、政府内から情報を流していた人のことをディープスロートっていう暗号名でその記者たちが呼んでいたんですね。ですからこのですね、リン・アイカさんっていうのは多分これは失明であってですね、この人は中南海の内側にいるんですよそこからですね情報を流してくれてると、まあそういう意味ではないかなと。習近平が金融まで完全掌握、そして中国経済が死んでいくという、まあ、刺激的なタイトルですね。ちょっと出だしを読みましょう。10月30日から31日にかけて中国経済における大事があった。中国で最も重要な金融に関する会議が開かれ、初めて中央金融工作会議の名称が使われたのだ。これは今後中国の金融や経済分野での主導権を国務院から中国共産党中央委員会に移した、つまり党総書記である習近平が取り仕切ったことを意味する。中国では一般に会議名に全国とつけば国務院主催で、中央とつけば中国共産党中央委員会を意味するからだと。非常にこの中国内の話ですけども、ここでですね重要なのはですね、どういうことかと言いますと、国務院っていうのはこれは行政なんですね、役所なんですよ。で、共産党というのはですね政党なんですね。ここのところはですね、日本人には分かりにくいところなんですけども、日本の場合自民党があってですね、あとは各省庁がありますね。まあ、平たく言えばこの関係なんですけども、中国の場合ですね、野党はないわけですね。共産党の一党独裁なわけです。で、政府の上に共産党があるという考えなんですね。で、政府はですね、政府の行政機関は共産党の指導に従うというのは前提なわけです。つまりですね、行政機関よりも共産党の方が偉いと命令する立場にあるということですね。で、ですね、実際にしかし行政を行うのは政府ですね。だから国民なんですけども、その国民を共産党が指導して、その共産党がですね、金融政策については今後俺らが資金増と、まあそういうことをにしたというのがこのニュースの意味合いでございます。はい、もうちょっと行きましょうか。これまで中国では5年に一度全国金融工作会議が開かれてきた。で、1997年から5年ごとに開かれ、5カ年計画と同じように5年間の中国金融の発展の方向を確定させてきたのだ。しかし今年は会議の名称を変更し、初めて中国が金融強国になる目標を掲げた。中国の官製メディアは会議の格が上がったと持ち上げたとか、実際は金融行政が党の指導と監督のもとに戻されたのだと。つまりですね、役所の連中に任せておいたらあいつらはぐちゃぐちゃにしよると、共産党が指導するんやということになって、その共産党のトップはですね習近平ということになるわけですね。要は簡単に言えばですね、中国の金融行政にこれから共産党が口端を挟みまくる、指導をするということなんです。で、それはどういうことかというとですね、
要は社会主義の精神に反するような金融政策は取らないということですね。もっと簡単に言えばですね、資本主義の倉庫であるですね、外国資本の金融機関をいじめるということですね。だから今陸族とですね、欧米の金融機関はですね、中国から撤退をしています。もうすでにですね、こういう動きをですね、見通しているというか、大きな流れをつくもう見てるわけですね。こんな半端な私でさえね、中国は社会主義に回帰するからですね、これからおかしくなんでというふうなことを言うてるぐらいですから、そんな現場にいるね、金融機関の人ってね、どこの人もみんな賢いんですよ。どこの国の人も金融機関っていうのは一番頭いい人が行くこう業界なわけですよ。そこの人たちは分からないはずがないわけですね。だからですね、もう早く逃げ出そうぜと言ってですね、どんどん逃げ出してるわけですね。あれですね、SHBC やったかな、そういうところはね、もともと中国が拠点なんで、それは逃げ出せないんですね。そういうところは逃げ出せないんですけど、もう その他にですね、中国にも支店を置いてって、視野を置いて頑張るかっていうところは、もう引き上げになってるわけですね。で、それがますます今後強まるでというのがこのニュースですね。共産党にご指導いただくとですね、むちゃくちゃなことをやるんでですね、これからですね、中国の金融政策はむちゃくちゃになるというようなことをですね、予見させる、こう、記事ですね。共産党が乗り出してきてですね、ろくなことはありません。私が見てる限り。まあ、その、なんと言いますかね、要は、自分たちでまず、あいつら何をしようとするかというと、自分たちが隅々管理できるように、こう、するわけですね。で、隅々命令が行き届くようにするわけですね。で、ろくな命令出しませんね。でですね、外国の企業やですね、一部のですね、共産党以外の人が金儲けするのはダメという基本方針があるわけですよ。みんな勝手なことをやったらあかんということをですね。もうどんどんなんか商売が、ビジネスがやりにくくなるというのがですね、共産党が出てきた場合のですね、現象です。今だからあっちはこっちはですね、全部だ共産党が口を出そうとしてるわけですね。だからアリババとかテンセントとかっていうですね、民間企業がわーっと育ちましたけども、そういった民間企業もですね、共産党の支部が設けられてですね、細分化してですね、後は、最終的には国有化しようというふうな動きになりつつあるんです。つまりね、中国は資本主義をやめてですね、社会主義に戻ろうとしてるんですよ。ですんでですね、これは誰がどう見ても衰退の道なんですけどね。経済って勝手にやらした方が、ね、絶対うまくいくんですよ。そのエンジンはですね、人間の欲望なんですよ。これが素晴らしいエンジンですよ。もっと金儲けたい、もっと大きくしたいというですね、欲望のエンジンがですね、資本主義のですね、をですね、走らせてるわけであって、そのですね、欲望をですね、取り払ってしまうのが社会主義なわけですね。そうすると経済は衰退するというのが、もう歴史の法則なんですよ。もう20世紀に散々それを試してですね、何億人と言われる人たちがですね、寿命を全うできなかったわけですね。それに戻そうとしてるわけですですね。これは誠にですね、こう、壮大な社会実験であって。いや、残念やわ。私今61でしょ。いや、僕のね、生きてるうちにね、だから中国共産党の一党独裁がですね、滅びるという、公共見られるのか見られへんのかギリギリちゃうかなというような気もしますけど、早ければな、その数年以内にありますけどね、そこまで急激には動くんかなという気もします。まあ、とりあえずですね、中国経済がどんどんですね、習近平の指導のもとにですね、アホな方に向かっていってですね、衰退していくというのは確実でして、まあ、そういう光景を眺められることはまあできるでしょうね。で、最後滅びるところまで見られるんかなと、ぜひ見せてほしいんですけどね、ほんまに。はい、まあ、ということでございまして、この記事ね、そういったですね、仕組みがどうなっていくんやという話をですね、いわゆるこう中国の方のですね、内部的な視点で書いてあるんで、ちょっと分かりにくいかも分かりませんけども、今私が申し上げたような視点で読んでいただけるとですね、およそ理解できるんちゃうかなと、勝手に思っております。現代ビジネス、習近平が金融まで完全掌握。
そして中国経済が死んでいくというタイトルの記事でございました。アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。